じゃあ向こうだな。いや向こう行ってみよう。右。うん。うん。分かんない。どっちか行ってみない。とりあえず行ってみないと。合ってる？これを右。変わんなかったらどうしようかね。半感動し、あ、変わった感動、よかった。一生待ってなきゃいけないと思って。残りの人生信号待ちで待っちゃったんですね。やだよ。あ、これ300メートル先を左だね。どうなったんだ道か。お尻ムズムズコース。すげえ。結構高い。高いよ。やばいよ。尻ムズムズしてきたよ。すごいね。本当？いっぱいある。こっちにも。じゃあ選択できるね。好きなだけ。あ、本当すごいな。すごいけど怖いんです。結構上だね。高いね、全部。人が、うん。まあ一応歩道あるけどね。道の駅フェニックスです。あ、古墳群があるんだ。あれ見てほら、パラセーリングやってる。あ、綺麗だ。こっからでもよく透明具合。ね、透明具合よくわかるね。透明具合。ちょっと悪くないんだけど。なんていうタイミングの悪さか。あ、降りないけどね。珍しく降りないけどね。降りやすそうなところだね。あ、すごい飛んでるほら。すぐそこ。あの、ほら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 。ほらほらほら。かけてる人。うん。じゃあ行きますか。日が短くなってるからね、どんどんとね。でも九州だからそれか、関東よりは長いか、ちょっとだけ。どっち行けばいい？まっすぐ飛んでるの方行けばいいかね。真っ黒だ。うわ、何も見えない。あ、見えた。なんか怖いよ。わあ、海だって言わなくなったね、最近。最近言わなくなった。宮古に行くようになって行かな、言わなくなったな。前は海が見えるたびに、海だ、海だって言ってたもんね。この辺で16キロ。まだ先これになってない。標準国会だったよね。じゃあいいじゃん。回り方が違うんだ。こっちの方がいいや、車いないし。なんか涼しいし。すでに。日陰だから。ちょっと怖いけど。あそこもさ、ほら、700円払うからさ、どうせならね、モアイだけ見て終わりっつってもったいないじゃん。1時間でも入れるんだったら。多分時間的にそんな入れないでしょ。どっちに行くしたら宇土神宮の方がいいよね。ね、トンネル内。
なんかすごく幻想的な感じがするな。本当はこっちの方が近かったんじゃない？これもしかして。これ？これだ。あ、じゃない。一般車。もうちょっと先か。あ、違うな。今ので良かったの。今ので良かったのかな？ね。そこね。すぐそこに入れる。あ、これが近いってか。一般車一番近いところ。え、なにこれ、こんな細いところ来てないの、ここはゆっくり行った方がいいね。沖縄の民家の間も行く。ああ、そうだねとすごく近い。ああ、そうなんだ。かなり時間節約できちゃったんじゃない？これ。あ、落石注意とか言うね。本まだまっすぐ。もうすぐじゃない。すぐ。あ、ちょ、駐車場あるのかね。駐車場のことなんか気にしちゃいなかったけど。第二駐車場をご利用くださいって書いてあった今。到着。お疲れ様です。鵜戸神宮の駐車場到着。坂道を登ります。どのぐらい登るんだろうか。まだまだあるぞ鍵かけたよね。鍵かけた。ちゃんとかけた。本当だから第一駐車場の方が近いんでしょきっと、うん、でも今工事中かなんかであそこに案内されちゃうわけね。ってことはどっちなの。こっち、なんとなくこっち、なんとなくこっち、なんとなくこっち。またやべえな、下り階段だぜ。え、ずいぶんと長いよ。しょうがない、頑張っていくか。やっと見えてきた。鵜戸へようこその看板が見えました。手すりがなかったらかなりしんどいです。多分到着でしょう。手すりのキラキラがいいな。手すりがキラキラしてるから。
うん。足元注意。そうだね。宇都神宮の祭神は宇賀屋吹合図。あ、気持ちいい。あ、綺麗。アマテラス大御神の孫になる天孫降臨のニニギノミコト。綺麗綺麗。ニニギノミコトの子が御幸い山幸伝説の山幸。その山幸の子が宇賀屋吹合図になります。そうして宇賀屋吹合図の子が初代天皇である神武天皇。でカラスですか。なんだか分かったようなわからないような。要するにアマテラス大神の孫がニニギノミコト。宇都神宮本殿。ニニギノミコトの子供が山幸。よいしょ、カラス。山幸と豊玉姫の子供が国王との祭神宇賀屋吹合図。ウサギのぞ。そうして宇賀屋吹合図の子が初代天皇である神武天皇。ちょっとすっきりした W。ウサギのぞがいっぱいある。なんで神の使い。稲荷神社は狐。天満宮の牛。当神社はウサギ。宇都神宮の神祠となっているのがウサギ。なぜここはウサギ。古くからウサギは神の使いとして縁起の良い絵と動物なのだそう。ちょっと進みます。一説にはお祭神の宇賀屋吹合図の符を取りウサギらしい。なんだかダジャレっぽい W。 まだ先はあるみたいだから進みましょう。消えたらありましょう。左側通行です。あ、ちょっとなんか手すりは押さないでくださいって書いてあるよ。ここがこれだよ。左側通行って書いてあるけどさ、別に来てなきゃいけない。これだ。すごい。これ午前中に来ないと日が当たらないってことね。怖いな。下りはかなりきついです。上りは大変なの。上りの程度がいいね。下ったからね。あ、降りだった。すごいよ。こうだよ。すごいとこ降りてきたね。あれがそっか、あれが例のやつ。惜しい惜しい惜しかったね。うん。さあ、暗いとこ、黒いでしょ。ああ、これあれだよ。釣り上げて、のおみくじ。一本釣りみくじ。ね。しかし、まあ、本当すごいところに。自然連絡できたところに建てたね。すごいな。頑張れ。真っ暗です。
滑るかもしれないから気をつけて。おちちいわだって。これが釣るから。おちちいわだそうです。あ、これ順路逆に来てる。なでうさぎ、なでうさぎだそうです。おすごい。なんだここに矢印なったの。ここを降りに来たんです。ここを降りて今度は登って帰んなきゃいけないんですよ。いやうわ、波の音がいいです。ああ、なんだっけ、カメ、カメリーなんか書いてあるよ、ちょっと。うん、風が気持ちいい。入った。すごい。入った。おお。ね、願い事が叶う。もう一人で来たら。登りましょう。よっこいしょ。ね、下り降りはいいよね。OK。 お疲れ様です。お疲れ様です。はい。はい。じゃあ行きましょう。はい。じゃあもう一回乾杯。お疲れ様です。サラダどうぞ。よいしょ。食べよう、キュウリ。レモンどうする？これつけろってことか。